どうも、シネコです。今回も内緒の催眠ショーをやっていきたいと思います。パート2ということで、前回の続きからになります。前回はですね、いやー、催眠って怖いね。では、続きからやっていきましょう。二人目現れましたね。ついに、悪魔の女王のもとに、さあ、容赦はしない。あら、またお客様だわ。みんな、よくここまで来れて。これ、え？まあ、来れてるわね。我が魔法でこの悪の時代に終止符を打とう。すべてをこうで使わす。この魔法で。へえ、こう、利権の魔法が得意なのね。なんか、愛としても、おかしなかったか、気のせい。この日のために、魔法の鍛錬も重ねてた。今はただ、使命を果たすのみ。さーて、どうでしょうね。ふっ。惑わされな。俺、集中しろ。警戒してます？大丈夫ですよ。私は無害な存在です。いや、怪しいだろ。どう見ても、何か企んでる顔してるぞ。ほら、肩の力を抜いてください。待て、それは一体。あはー、出たー。気を張ってばかりだと、疲れちゃいますよね。そんなに無理しなくていいですよ。あなたが本当に望むのは、硬く冷たい力ではなく、もっと、やらわかな。ぬくもりでしょ。催眠開始。さあ、思う存分浸ってください。すべてを忘れるほどの快楽に。これは目がなんだこの感覚は。思考がぼやけて何も考えられない。このまま溶けていくような。どこに行くんだろうね。あ、どこに行くんだろうね、じゃないんだ。ここはどこだ。なんだこのメルヘンな空間は。あれ、帽子がない。何が起きてるんだ。ようこそ催眠空間へ。ここはあなたが抑えている欲望を満たすための夢の世界です。やはり、幻？現実？マジック？マジックか？簡単に騙されるわけには。どうぞリラックスして、私服の時間をお楽しみください。楽園の花園。まあ、花の中じゃなかったじゃないですけど。ん？あの茂みから気配が。何かが襲ってくるのか。木の棒を持って。なんだ、ボールか。ふふ、警戒する必要はありませんよ。だってその子たちは。あ、なんだ、犬でもない猫でもないぞ。キョーキョーキョー。泣き声出ないよ。とっても人懐っこいですから。キューキューキュー、チューチュー。なんてつぶらな鳥ね。模倣なんだ。きっこいの森で。チューチュー、チュー、チュー、チューチュー。わ、わ、こっちに来る。普段生き物なんて寄ってこないのに。チューチュー、チュー。まずい。囲まれた。チュー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 。はあ、あったかい。よしよし。いやいや、こんなことしてる場合では。でもふわふわして今は動けない。まったくかわいいな。はあ、幸せ。ああ、これじゃもう身動きが取れませんね。動きたくない。
ではごゆっくり。ちょ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 起きましたね。今頃モフモフパラダイスを堪能していることでしょう。シネコも行きたいわ。もうシネコも入っていいかな。あら、あっという間だったわね。さあ、これでもう安心です。頼もう。三人目が来たな。なんでこんなに来るんだい？トラップ少なすぎなんじゃない？いや、トラップ少ないんじゃない？もしかして。ジョーさん。多分トラップ少ないよ。もうちょい増やした。はい、ということでですね、時間的にもしかしたら早いかもしれませんが、まあ、一旦一人ごとにね、パートを吹き取るかなと思ってますので、今回のパートはここまでにさせていただこうかなと思います。次回のパートは一体誰なんでしょうかというところでね、今回のパートはここで切ろうかなと思います。ということで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、次回の動画でお会いします。それでは、ありがとうございました。